高校3年生の春に辞めることになりまして、いろいろ参考書等あるんですけど、参考書でしかないので8時40分に集合して、夜は10時ぐらいまで。今回も JC 国家試験を終えてばっかりの先輩にインタビューを行っていきたいと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、質問に入っていく前に、噂によると中卒だというふうに伺ったんですけれども、そうですね、それについてちょっと詳しく聞かせていただきたいです。高校3年生の春に一応高校をちょっと辞めることになりまして、で、大学には行きたかったので、そこから大研っていうものがあるっていうのを知ったので、それに向けて、自分で少し勉強して大学 その入試を受けれるその資格を取って、獣医にもなりたいっていうのもあったので、勉強して大学に学んでいきます。国家試験についての質問の方に入っていきたいと思うんですけども、国家試験の勉強で、やるべきことをやるべきでないことをそれぞれ3つずつお願いしてもいいですか。まず1つ目は、学校に来ることですかね。やっぱ学校に来たらみんないるっていうのもやっぱあるので、あとは学校に来たらやっぱ勉強しないといけないっていうスイッチが入るので、家にいるとやっぱどうしてもいろんな誘惑とかがあってそっちについつい逃げちゃうので、まずは学校に来るべきかなと思います。で、勉強に関してはいろいろ参考書等あるんですけど、参考書でしかないので、やっぱメインは教科書なので、自分も教科書をベースに勉強するべきなのかなと、あとはやっぱ覚える量が結構やっぱ多いので、語呂とかを作って効率よくいろいろ覚えれるようにした方がいいのかなと思います。その3つぐらいですかね。語呂っていうのは自分でこう作る感じですか？そうですね。自分で作ったり、あとは人に教えてもらうっていうのも、あるので、そこはいろいろ。やるべきじゃないことを教えてください。やっぱ一人で勉強するってことは、これ一番 やっちゃいけないことかなと。で、2つ目は、みんなと同じ勉強すべきだなと思うので、みんなが使ってる参考書、その特に北大まとめっていうのでやった方が、それを一応ベースに勉強、他の参考書はではやらない方がいいかなっていうふうに思います、で、3つ目は、国家試験って5択なんですけど、問題と回答だけじゃなくて、他の4つの選択肢もちゃんと吟味して、何が違うのかなとか、あとは何が合ってたら、どこが違ったらこの選択肢も正解になるのかなっていう、5問ちゃんと吟味する必要性があるのかなと、思います。それは本番の時でも同じようにこう吟味をしたんですか？本番の時はもう正解選択肢が分かりさえすればいいので、そこまでは全然しなかったんですけど、例えば A 問題なんか80問で構成されてるんですけど、選択肢5問吟味したら全部で400問触れれることになるので、その方がいろんな問題にも触れられてるのでいいのかなと。じゃあ、今さっき北大まとめと教科書っていうふうに伺ったんですけども、その他に使った教科書なり参考書なりはありますか？あとは、麻布大学の方からカラーアトラスっていうのが、出てて、一応国家試験が CD 問題が画像メイン の問題になるので、やっぱ画像に関してはそのカラーアトラスの方が、カラーって言ってるぐらいなので、ちゃんと色付きでもう本当いろんな範囲の図が載ってるので、それもすごい助かりました。勉強中に大変だったことやきつかったことを教えてください。自分は研究室が内科学研究室にいるんですけど、内科の勉強はやっぱ面白いなって、自分が実際研究室もやってたから面白いなと思うんですけど、自分の知らない分野、例えば公衆衛生だとか、そういう知らない分野がやっぱりこうとっつきにくくて、そこら辺の勉強は結構きついなっていうふうには思いました。そういうきついのに
まあ、出会った時っていうのはこう息抜きだったり気分転換っていうのはどういう風にしてたのか教えてほしいです。自分はあの筋トレがあの趣味だったので、まあ、しんどくきつくなったなと思ったら、まあ、1時間ぐらいあの学校のジムで体を動かしてきて、まあ、そこからまたあの気合い入れて勉強するっていう風にしてました。1日の勉強のルーティンを教えてください。班活動っていうのがあったので、まあ、自分たちの班活動が朝の8時40分からだったので、まあ、8時40分に、まあ、学校の図書館に集合して、それからまあ夜はまちまちだったんですけど、まあ、10時ぐらいまで勉強はしてたかなっていうふうには思います。じゃあ勉強の、実際の期間っていうのはどれくらいから始めたんですか？11月末にあの卒論発表会があるので、もうそれが終わって1週間ぐらいしてからなので、まあ、ちょうど12月に入ったぐらいですかね。ちょうど12月に入ったぐらいから一応国家試験の勉強を始めたっていう感じです。国家試験の勉強が始める前までには12月までにやっておくべきことなどは何かありますか？特にはないんじゃないのかなって思います。全然12月からでもちゃんと間違った方向に進まなければ、みんなと同じことしてればあの受かると思うので、はい、じゃあ、試験の直前にやっていたことを教えてください。試験の直前はもう新しいことは入れない、頭にもう今はとにかくもう今までやってきたことの復習、もう次不安になってあの新しいことを覚えようとするんだけど、まあ、それが逆にかえって逆効果っていうか、新しいのを入れようとしたところでどうせ頭に入ってこないので、もう今までやってきたことのもう復習をするっていう感じですかね。じゃあ最後にこれから国家試験を受験する受験生に一言お願いします。みんなとあの同じことをやってれば本当にあの大丈夫だと思うので、まあ、まずは本当に毎日学校に来てあのみんなとあの、まあ、辛いきつい時とか喋ったりして息抜きしながら道を外れないように頑張ってくれればなと思います。ではお時間いただきありがとうございました。ありがとうございます。